グローバーです。毎日1枚1年で365枚の名画をお届けする日めくり3分間名画の旅。今日の作品はこちらです。249枚目の作品はルーベンスのパリスの審判です。作品を選んでいただいた番組監修の藤久志先生からお話を伺いましょう。藤久志です。宗教画ばかり見ていては少し寂しいので、華やかなルーベンスの裸体画の名作を見てみましょうね。今日は日曜日ですからね。それに今月のテーマである子供もちゃんといますよ。天使ですけどね。この大作の名画を描いたピーテル・パウル・ルーベンスは17世紀バロック期に活躍して画家の王と呼ばれた天才画家ですね。彼はドイツで生まれてイタリアで修行し、ベルギーのアントワープで宮廷画家となりましたね。彼の大工房で描き出した作品がヨーロッパ中の宮殿を飾りましたね。今はスペインのプラド美術館にあるこの絵はルーベンス最晩年の作品で、横が3メートル80センチもある大作です。パリスの審判はギリシャ神話のエピソードです。ルーベンスはこのテーマがお気に入りだったようで、何点か作品に描いています。戦術の女神アテネ、愛と美の女神ヴィーナス、ゼウスの妻ヘラという3人の女神の中で誰が一番美しいか、羊飼いのパリスが選ぶんですよね。パリスは私を選んでくれたら最も美しい女性を与えると申し出たヴィーナスを選びました。そして最も美しい女神へと書かれた金のリンゴを彼女に渡したのでした。これがトロイア戦争のきっかけとなるのですよね。この話はまたどこかでしましょうね。さてヴィーナスですが、彼女のアトリビュートである子供の天使が2人もいますね。またこのエピソードから金のリンゴもヴィーナスのアトリビュートとなりましたね。ルーベンスは豊満な女性の裸体を3つも描けるので、このテーマを何度も描いたのかもしれませんね。バロックとは歪んだ真珠の意味で、形式にとらわれない自由な表現を指します。近世と調和のとれたルネサンス様式に対する様式として流行りましたね。バロックとは自由奔放に描いたルーベンスの代名詞のようですね。ありがとうございました。では最後はクラシックソムリエの田中康さん、音楽のお話をお願いします。今日の音楽はシューベルトのアルペジオネソナタから第一楽章です。シューベルトが亡くなる年に作曲したこの曲は、今は廃れてしまった楽器アルペジオネの名をこの世に残す唯一の名作です。わずか31年の生涯を駆け抜けたシューベルトの儚さが伝わってくるようです。